世話人の独り言。今回のテーマはトライアンドエラーです。英語で書くときっとこうなりますね。トライとエラーです。おっと、何か間違えてましたか。そうなんです。英語ではトライアルアンドエラーが正しい言い方です。トライアルは試すという意味です。エラーは失敗です。試して失敗する、それを繰り返すことですね。ああでもない、こうでもないと試行錯誤することです。答えが見つかるまで何度でも試みることです。失敗を繰り返しながら次第に見通しを立てて解決に近づきます。果たしてああでもない、こうでもないと闇雲に失敗を繰り返して答えが出るものなのでしょうか。正解と思っていたのは本当は不正解なのかもしれません。時間をかけて不正解をつかんでしまうよりもすぐに結論を出す方が良くないでしょうか。そう、即断即決です。正解じゃなくてもやり直す余裕があります。それともああでもない、こうでもないと時間をかけるのであれば、しっかり調査して論理的に考えて結論を出す方が正解を得やすいでしょう。そうです、熟慮断行です。間違いを犯しにくく正解を得やすいですね。即断即決も熟慮断行も試行錯誤の裏返しになる言葉です。似た言い回しにカット&トライがあります。これも日本語では試行錯誤と訳されます。しかしトライ&エラーとは少しニュアンスが異なります。電気のケーブルを少しずつ切ってゆき、適正な長さに調整する、そんな意味合いです。これは時間と手間をかけてじっくりと正解に近づく手法です。同じような言葉ですが随分意味合いが違います。やたらとやってみなきゃわからん、トライ&エラーだよなどという人がいます。何度もトライを続けて何度もエラーを重ねたのなら、もうあなたにとって失敗から学ぶ方法は不正解なのです。起業家を目指す皆さんは耳障りの良い言葉で自分の失敗に甘えてはいけません。失敗は失敗なのです。皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてください。また関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください。